皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームハリリュンさんよりいただきました。ハリリュンさん、お便りまたもやありがとね。たくさんのお便りいただいちゃいまして、僕の胸は心躍っておりますから、ありがとうございます。以前ハリリュンさんからラッコちゃんのクイズをいただいたじゃございませんか。皆さん覚えていらっしゃいます？はい、実はですね、今回そのご回答をいただくことができました。ですので、その気になるご回答、早速お読みしたいと思います。じゃん、お便り読んでいただきありがとうございます。久々にお便り送ったら、次の日には早速読まれていて、放送開始早々からリス君がいつもよりワクワクしてるような、ちょっとテンション上がった声なのが分かって、ちょっと笑いながら番組見てました。さて、ラッコの問題。飼育員さんがおトイレに行った後、手を洗わなかったのを見ちゃったという予想外の回答にめちゃくちゃ笑いました。お笑いのセンスありますね。ラッコはよく貝を食べるためにお腹の上にある石に叩きつけ、貝を割って食べています。しかし、その弾みで石を水の中に落としてしまい、お気に入りの石をなくすとご飯を食べられなくなる。これが回答でした。なんてこった、大外れでしたよ。とはいえですよ、いや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 、それちょっとびっくりしちゃいましたよ。それはどっちなんですか、お気に入りの石をなくしたショック、この精神的ショックにより食べられなくなってしまうのか、それとも物理的に石がないことで食べられなくなるのか、そこの違いはちょっと気になるところではございました。ただ僕が驚いたのは、お気に入りの石があるということです。そこ知りませんでしたよ。何せその石って普段はどこに持っているのです？ラッコちゃんがそうした石を、そういえば確かにラッコちゃんは石を使ってるけど、どこにいつも持っているのかなっていうのは、すごい今更ながら疑問に思いましたよ。ですから、その石っていうもののお気に入りがあるっていうこと自体にも驚きで勉強になりましたし、そしてそれにより食べれなくなってしまうっていうことにも本当に驚きました。面白いですね。ラッコちゃんの不思議な生態をお教えくださいまして、本当にありがとうございます。皆様はお分かりになられました？だといいのですけれどもね。もしも、もうちょっとそういうことを詳しくお知りになりたいとか、そういうことございましたら、まあまあ僕もそうですけれども、やはりその精神的な落ち込みにより食べられなくなっちゃうのかとか、そこら辺までちょっと詳しく知りたいなということございますので、ラッコにはこうこうこういう性質があるのだよということさらにありましたら、ぜひともお教えくださいますこと、よろしくお願いいたします。そしてですね、次にはいよいよですよ、またまた本日のお一言控えておりまして、早速そのお一言も読ませていただきたいと思います。じゃん、さて今日の一言、リス君はハチドリってご存知ですか？
ハチドリは高カロリーで消化のしやすい花の蜜を一日中舐めていますが、なぜでしょうか。回答をどうぞ。またもやこれ。いや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 、ちょっと待ってください。あれですよ、そもそもがその高カロリーで消化のしやすい蜂の蜜を一日中舐めているっていうこと自体が存じませんでしたので、その理由まで行きましたらもうとんでもなくわからない範囲でございますよ。もうどれぐらいわからないでございましょうか。それぐらいもうわからないことのオンパレードでございます。じゃあちょっと考えてみますよ。皆さんも一緒に考えてくださいね。そもそもじゃあハチドリってあれですか、すごいパタ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 が早い鳥さんでございます。そこからですよ、そこからわからないのでございます。多分でも僕の思い描いている鳥さんであってますよね。だとするとそうですよね。ああじゃあそうですよ、その高カロリーな消化のしやすい蜂の蜜を一日中舐めているっていうこと、あ、ちょっとこれ今のさっきのその行動と深く結びついてはございませんか。あー、じゃあちょっと見えてきた気がします。では行ってみますかね、僕よりの一言。では行きますよ、僕よりの回答どうぞ。ものすごい羽をバタバタさせるためのエネルギーが必要。